マッシュアンダーソンはアメリカ合衆国の男子バレーボール選手である。アメリカ合衆国代表。ニックネームでマット・アンダーソンと呼ばれることもある。ニューヨーク州バッファロー出身。5人軽視のマッテイとして生まれた。二人の姉は学生時代にバレーボールの経験があり、マットはウェストセレカ高校を2005年に卒業している。マット・アンダーソンのスパイクサーブウェストセレカ。 高校最上級学年時には、同校バレーボールチームを、レギュラーシーズン17勝無敗の好成績で、地区決勝戦へと導いた。決勝では、ハンブルク高校に3-0で敗れている。2004年には、同校は、ディビジョン1選手権者となった。その後、アンダーソンは、エリーグン・イーデン町にあった、イーデンバレーボールクラブでプレーした。 ペンシルベニア州立大学に進んだアンダーソンは2年時には驚くべきことに身長が207センチメートルに達した。高校時代の元来のポジションはミドルブロッカーであったがイーデン v c ではアウトサイドヒッターやオポジットとしての経験を積んだ。アンダーソンは今日著名な同クラブ出身者の中でもトップクラスのプレイヤーとして名を馳せている。 ペンシルベニア州立大学におけるアンダーソンの成績はアタック決定本数1212本、サービスエース82本であり、歴代の同学出身者ランキングの13位となっている。特筆すべきは2008年シーズンでペンシルベニア州立大学ニッタニー・ライオンズを決勝戦に導き、ペパーダイン大学ウェーブスを打ち破って NCWA。 選手権2度目の優勝を飾ったことである。この試合では29本のアタックを決め、モップに選出された。また同年には、アイバの年間優秀選手、アベカの年間優秀選手、アベカファーストチームにも選出されている。2008年7月、ペンシルベニア州立、大学4年次への進級を中断し、韓国 V リーグの現代キャピタルスカイウォーカーズとプロ契約を締結した。 デビューシーズンでは、スカイウォーカーズを、レギュラーラウンド1位への導いている。2010、11シーズンは、イタリアのカッリポビボバレンツィアでプレーし、翌シーズンには、パンラボーロモデナに移籍、さらに2012年からは、ロシアスーパーリーグのゼニト火山へと移籍した。2012、13シーズンにはロシア選手権銅メダルと、欧州チャンピオンズリーグ銅メダル獲得に貢献した。 2013-14シーズンには、ロシア選手権優勝の原動力となり、自らも MVP に選出されている。2014年10月29日、アンダーソンはうつ病を理由に、セニトト火山との契約打ち切りを申し入れしたが、同年12月26日、年明けからセニトト火山への復帰を表明した。アメリカ合衆国代表2007年、ありがとうございます。